トム君の感じたのはやっぱ発言してみるべきだなと思いました。こうやって目に留めてくれて実現できたので、例えばじゃあ好きな人、私の好きな人は誰々ですって言ったら、その場にいた人が、あ、この人はこの人が好きなんだって何人か広がるわけじゃないですか。そしたら、もしかしたら友達の、その人の友達の友達が知り合いかもしれないじゃないですか。だから、そういうので出会いの機会も増えるかなって。だから本当に、なんか言ってみるっていうのは大事かなって思いました。